山、堀隆彦3月30日隊は、滋賀県前原市出身の男子フィールドホッケー、元日本代表選手。山、堀隆彦は、1974年3月30日に、滋賀県坂田郡伊吹町に生まれ、10歳の時に、伊吹スポーツ少年団で、ホッケーに出会い、小学校6年生時に、全国スポーツ少年団交流会で準優勝し、 伊吹山中学3年時に全日本中学ホッケー選手権大会で準優勝するが小学校から中学校まではレギュラーではなかった。高校は滋賀県立町浜北高等学校に進学したが県境号の伊吹高校に阻まれ全国大会出場はなかった。大学は天理大学に進学した。全国トップ選手が集まるチームの中で初めて 競争にもまれるとの意識を持ち、落ちこぼれたくないという思いからホッケーに取り組み、徐々にポイントゲッターとして、頭角を表し、関西学生ホッケー最優秀選手、得点王などのタイトルを毎年獲得した。大学4年時に日本代表に初選出され、卒業後は実業団競合の表示とホッケーチームに入った。2009年故郷滋賀県の 聖泉大学男子ホッケー部の監督に就任し、2010年11月のアジア競技会まで日本代表チームを牽引した。この間、シドニーアテネ、北京オリンピック予選に出場し、アテネ、北京予選では代表キャプテンを務めたが、あと一生の壁に阻まれた。36歳でキャプテンとして参加した杭州アジア大会では6位に入賞。 体力的に現役は30歳までと言われる中で36歳まで代表を続け2011年正式に名古屋フラーテルホッケーチームを引退した。ありがとうございます。